桑原先生こんにちは。私は柔術を始めて1年になるものです。今度試合出てみようかなと思うんですが、呼び出された時に試合で呼び出された時ですね、はい、審判や相手の選手とこう握手してる人いるじゃないですか、はい、いますね、はい、あれのやり方が分かりません、はい、正しい挨拶の仕方を教えてください。分かりました、よろしくお願いします。これ結構よく間違える方多いので、はい、ちょっとしっかりやらせていただきます、はいはい、よろしくお願いいたします、はいはい、じゃあ今日もあの吉村さんと、はい、よろしくお願いします。桑原先生にお願いします。はい、で、今回ですね、まあ、挨拶の仕方という話があったので、まあ、いわゆる、特に、僕が、在籍している JBJJ ですね、日本ブラジアン柔術連盟、僕2015年まで審判部長を務めていたので、まあ、その辺はすごく熟知してますが、他の団体さんに関してはちょっとわからないので、はい、まあ、いわゆる、日本ブラジアン柔術連盟の試合においての、まあ、入り方、挨拶の仕方という形でお教えしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、まずちょっと、はい、ですね、試合会場が中にあります、はい、そして、向こうにチェアマン席という、まあ、例えば皆さんがカードを置いてまたは待機している場所があります、はい、で、マットが開いたからといって勝手に入っていいわけではありません、はい、選手はそこで待ちます。得点板があるところですね。そうですね、得点板、はい、タイマーがあるところの横で、選手は待ちます、はい、そして、審判ですね、レフリーがですね、前を向いて両手をですね、このようにあ、はいはい、指示を出します。そしたら中に入ります。バルタン星人みたいな、ね、そうですね、はい、この時にですね、声は出しません。あの、中へどうぞとか日本人で丁寧な方は言うんですけど、基本言わないので、このように指示を出されたら中に入ります、はい、そしてここに来た時点で、審判がですね、握手というこの圧をですね、これちなみに私は出すんですが、はいはい、出さない先生もおります。ほう、なので基本的にはもし審判の先生がこのように出したら、じゃあお願いしますと握手をすればいいと思いますし、はい、特に出さなければ自分からこの時に進んで握手をしてもいいです。ただしよくですね、ブラジル人なんかが大好きなのは手を出していただいていいですか。このように手をお互いに叩きます。そして拳で叩くと、はいはい、こういう挨拶をする方もいらっしゃいます。ややこしいですね。ややこしいですね、実はいろいろあります。なので分からなければ普通に両手でいいと思います。で、今までこんだけ宣伝、散々説明したんですが、はい、これ実は、ルールには書いてありません。あ、義務ではないと。義務ではないです。はい、ですので、もし、このように行った時に握手したくなければ、しなくても構いません。あ、なるほど。ここで、柔術のスタートという意味で、コンバチという言葉があるんですが、はい、この時に、もういきなり行っても構いません。はい。なので、たまにあるんですが、はい、コンバチって時に相手が丁寧に手を使いますけど、そこを、あ、それいいですね。はい、引っ込んでしまう。まあ、このような選手も、マナー的にはあれですが、ルール的には実は問題ない、何の問題もないと、はい、なので、先ほどの質問の方は、まあ、挨拶の仕方とあったんですが、はい、まあ、一番いいのは試合の前に、まあ、このようにお互い対峙した時にですね、握手をしてで離れます。レフリーも一回ここでこのように分けます、はい、そしてここからコンバットといったら、もうこの後はもう普通に、まあ、いつもやってる試合の感覚なので、動きでいいと思いますね。でもなんかこなれてる人とか、はい、なんかこう呼び出された後にすぐこう審判にこう握手しに行ったりとかするじゃないですか。ですね、まあ、やっぱりブラジアン柔術は審判人間ですので、はい、まあ、例えばですね、こっちが握手してるのに、はい、拒否してるんですか。例えばこう握手してるのに全く今日握手をせずですね、はい、ひたすら入り込んでる方もいらっしゃるんですね。あ、なるほど。そうするとですね、審判の印象が悪くなることがあります。あ、ですので自分なんかは、まあ、試合の時に言ってですね、審判にまずお願いしますと言ってから、私は冷静ですよ、はい、はい、そして相手と握手をするというのを、結構特に黒帯茶帯の選手なんかはすごく重んじてやることがあります。これも別に義務ではありませんの で、ね、はい、審判に別に握手をしなければいけないという義務はないです。これが僕よくわからないので、はい、どうすればいいのかなずっと思ってました。そうですね、まあ、まあ、テニスなんかでも、はい、いわゆる審判とこう握手するシーンがあるので、はい、決してやってはいけないことはないですし、まあ、自分がしたいからしているというふうに思っていただければいいので、まあ、あとはもしかしたら同情単位で先生には握手した方がいいですよっておっしゃってるかもしれないので、まあ、もしあれでしたら自分の習ってる先生にちょっとお聞きしてもいいかもしれないですね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、でも何ですかね、まず呼び出されてからまず審判の先生に握手する人がいたりとかしなかったりとか、はい、でまずその相手方の選手とも握手して、はい、でもう一回コンバーチの後に握手っていうか、まあ、そうですね、手を合わせてもらう、よくありますね、ええ、
審判がコンバチと言った後に、まあ、先ほどのこのブラジル式であったり、はい、まあ、握手をすることがあります。ただし私が指導している、まあ、道場ではですね、はい、コンバチの後にさっき言った相手が攻めてくる可能性がある、はいはいはい、ですのでコンバチの前先にまず握手をして、それからですねレフリーがコンバチと言ったらもう僕はそこでしなくていいと教えています。あ、なるほど、はい。これは日本連盟の会長中井祐樹先生もおっしゃってましたが、はい、まあ、要するに試合が始まる前には、まあ、お互いにスポーツマンシップを称えましょうというふうに握手をします。ただしその後ですね、もう試合が始まってしまった時にはいろんな考えの方がいらっしゃいます。すぐに自分の形に引っ込みたいとか自分の形に持ち込みたい方もいらっしゃるので、まあ、そこで例えばその挨拶、もうさっきの試合が始まっている時にですね、この手を持ってすかさず技に入っても全然全く問題ない、ルール上全く問題ありませんので、はい、まあ、試合が始まる前に握手をして、まあ、そこで握手は終わらせて、それから試合に入るという方が、まあ、実際現実的かなというふうに思っているので、私はそういうふうに教頭先生、最悪のことを想定して、そうですね、教頭先生には教えております、はい。あと何ですかね、パローで止められた後、はい、とかにももう一回こうやる方いらっしゃいますね、グッパーする人いますね、はい。柔術ではですねストップのことをパローと言います。例えば場外に出てしまったりとか、道着がほどけてしまった時に、直す時にパロー、道着を直してください、道着を直してくださいって言うんですが、はい、再開するときにですねよくもう一回コンバチって始まった後に叩く人がいらっしゃいます、はいはい。これもですね、さっきの慣例になります。別にやらなくても構わないです。ただしやった方がいい場合が一つあります。例えばですね、私とちょっと例えばゴンとお互いバッティングですね、偶然のバッティング、はい、または反則をしてしまったときなんか、まあ、相手は当然この反則ですので嫌だと思うんですね、はい、その時に申し訳ないという意味で申し訳ない、またはごめんねという意味で挨拶をしてから入った方がいいかなとは思います。ただこれもさっき言った慣例なので、必ずする必要はありません。ですので、まあ、バンとぶつかってしまうときは、あ、すみませんごめんなさい、その場で謝って、その後またコンバチが始まったらそのまま試合に入ってもいいと思います。なるほど、はい。その今手をパンパンってやったやと思うんですけど、これなんか、はい、パンパンってやる人もいますよね。ですね、これも諸説あるんですが、はい、手を叩いてこの拳ですね、はい、拳と拳、柔術家、皆さん指をですね、道着をいっぱい掴んでですね、はい、いっぱい切ってください、バーンと切られるので、はい、指が痛んでる方多いんですね、はい。あとですね、拳をですねグッと見てください、思いっきりガンとぶつけてくる人いますね。あ、そこでここぞとばかりね。いろんな考えの方がいらっしゃるので、なるほど。私はですね、それが痛いので、あと手首もあんまり良くないので、はい、ポンってやったら、相手がグーでもパーでも構わないんですが、グーでお願いします。グーだったらここに合わせる。はい、または相手がパーでも、ポンと合わせると。なるほど。2回ですね、横で叩いて、ポンと叩いてという形。まあ、これ逆に相手がパーでも、自分がグーでも構わないと。はい。これチョキ出す人いないですか。チョキ、あ、チョキですが、チョキはさすがにちょっと僕も見たことないですね。今度ちょっと試合場で来たら見てみます。はい。やっても大丈夫なんですよね。やっても大丈夫ですが、ただより痛める可能性がある。指、そうですね。はい。はい、しかもグー出されるとなんか負けた感じがするんでちょっと嫌ですね。確かに。パーには勝てますよね。はい。基本的にはそうですね。こう叩いてからの、まあ、グーまたはパーですね。ただしこれブラジルでやってることが多い、まあアメリカ人もやってること多いと思うんですけど、日本人の場合はやってないところもあると思うんですね。はい、なので自分なんかは逆にこういう叩き方がちょっと嫌な場合は両手を差したって普通にこの握手をするという形。これも全然全く問題ないですね。日本っぽいですよね。はい、そうですね。はい。わかりました。いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。